平野市用カレンダージャニーズ事務所と出版業界の癒着ぶりを検証。ジャニーズ事務所と出版業界の間で続いてきたカレンダー争奪戦が今まさに新たな局面に突入しています。ジャニーズのトップグループのメンバーによるカレンダーは毎年驚異的な売り上げを記録し、出版社にとっても大きな勝機となっています。しかしながら、 最近のジャニーズ事務所に関する一連の問題が、このカレンダー争奪戦に暗い影を投げかけています。今回の記事では、ジャニーズのカレンダー事情とその背後にある出版社との複雑な関係を探ります。ジャニーズ事務所の影響力とカレンダー争奪戦。ジャニーズ事務所は、数十年にわたり、そのアイドルグループのカレンダー制作に関する権利をめぐって、 ファン社との交渉を続けてきましたこのカレンダーには、ジャニーズメンバーの写真や情報が掲載され、ファンにとっては待ち望まれるアイテムの一つです。一方で、ジャニーズ事務所はこの権利を使って、自社や所属タレントのスキャンダル記事の掲載を封じ込めることも試みてきました。 しかし、ジャニー北川氏の性加害問題が露呈し、その後の報道によって、メディア側にも責任問題が浮上しました。これにより、来年度版のジャニーズカレンダーについてさえも疑念が生じています。通常であれば、出版社がどのグループのカレンダーを担当するかが決まる時期ですが、今年は異なる状況が待っています。ジャニーズカレンダーの売り上げと影響、 ジャニーズのトップグループは、毎年驚異的な売り上げを叩き出しています。例えば、オリコン上半期ランキング2023のグズマルチメディアトップ10によれば、ラストカレンダーとなったキングピンス、キンプリ、は35万4850部を販売し、スノーマンも33万5067部を売り上げています。 このような売り上げにより、出版社にとっては大きな収益源となっています。しかしながら、カレンダーを担当するグループの選定は、出版社とジャニーズ事務所との間での癒着や忖度によって左右されることもあるとされています。特に、ジャニーズのスキャンダル報道を控えるため、出版社がどのグループを選ぶかについては、様々な憶測が飛び交っています。 出版社の変遷とカレンダー制作への要望。カレンダー制作に関連する興味深い動きもあります。現在、スノーマンのカレンダーが発売できるかどうかは不透明な状況です。それにもかかわらず、平野の仕様の提携先である滝沢秀明氏の新会社、とべに対して多くの出版関係者から、ぜひうちに平野さんのカレンダーの制作をさせてほしい。 という熱望が寄せられています。これは平野のカレンダーがスノーマン以上の争奪戦に発展する可能性があることを示唆しています。出版社のスタンスと未来の展望。一方で出版社の中にはジャニーズ事務所に対して擁護的なスタンスを崩さないものも存在します。 カレンダーはファンにとって特別なアイテムであり、出版社にとっては重要な収益源でもあります。そのため、ジャニーズ事務所との協力を維持し、カレンダーを制作することの是非について議論が交わされています。最終的に来年度のジャニーズカレンダーが例年通りに発売されるのか、それとも中止になるのかは不透明です。 ジャニーズ事務所と出版業界の癒着ぶりやカレンダー利権について今後の展開に注目が集まっています。結論。ジャニーズ事務所と出版業界の間で続いてきたカレンダー争奪戦は新たな展開を迎えつつあります。売上記録を塗り替えるトップグループのカレンダー制作には多くの利害が絡み、その影響力は依然として強大です。 しかし、最近の問題により、出版社は難しい決断を迫られることとなっています。今後の動向が注目される中、ファンと出版社の期待が、ジャニーズカレンダーの未来にかかっています。